キチャンネル。部長。はい、じゃあ。さあ、見る目があるのが誰だ。貯金部門。こう最終回になりますけど、はい、貯金ね、うん、もう貯金だから何勝何敗の貯金を何個作ったか、これがもしマイナスになったらそれはマイナスになります、はい、それで合計で全員足して、うん、結果誰が一番貯金を増やしたかっていう、はい、ゲームですけども、うん、もちろんドラフトでね、はい、やっていきますし、12球団各チーム1人ずつ、うん、で被ったら取れません、はい、そしてなんと今回だけ特別ルールとして、うん、今まで、勝ち星、防御率、奪三振の選んだ選手は取れません。もう全く一回も選ばれてない人の中で選ぶ。はい。はい、今まで名前が一人でも上がった選手はもう取れません。はい。で、ここは先発とかリリーフとか関係なし。うん、はい。もう貯金をどれだけ作れるかっていうだけの、先発リリーフの取り決めはないです。はい。66がないんですね。66ない。ない。はい。ないか。66なかったよ。ね。はい。うん。なしですね。なし。はい。じゃあ、これはもうこの出す全部取れないからね。ええー。いっぱい取れないよ。ですね。うん。いっぱい取れない。さあ、じゃあ、誰も選ばれてない人ですね。うん。誰も選ばれてない人。うわー。だから、ロッテで言うと、小島、うん、西野、うん、種市、佐々木朗希、沢村は選ばれてるからね。鈴木。あ、鈴木ね。うん。もう選ばれてる。うん。全然ほらいないですね。ほらもういろんな選手を出してあげようっていうところ、うん、そうです、はい、いいですか。うわー難しいな。これは難しいよ。だって去年のこの貯金みんなほぼマイナスでしたから、ね、マイナス6マイナス6マイナス8もうマイナスいやでこのもう多くいなくなってるからね。そうどこのチームだ。これめっちゃ難しいよ、うん、どっから行こう。決めた。はい、決めました。いいですか。ちょっと待ってください。お前時間ねえんだぞ。じゃあ山井言うんで、もし言ってたら言ったって言ってください。あ、そうそう。もしだからもし言ってたら、自分が選んだって、うん、言ってください。あれにしようよ。もし言ってたら、言ってたやつ言った場合は、はい、そこの順位取れない。取れないんですか。だから後回しになっていく。後回しになっていくからね。なるほど。どんどん。はい。だから言い直しできないから。もし言ってたら。はい、いたってなったらもうそれは取れないで次2巡目、はい、わかりました。はい、1巡目なしとかだから言ってないよね。言ってないよね。はい、じゃあ1巡目決めました。はい、大丈夫です。はい、いい、はい、はい、ちょっと待ってください。はい、せーの、伊藤将司。いやー、嘘やろ。嘘、こんなことある。みんな気づいてないかなと思って俺は気づいてないかなと思ってもう一回見てたんですよ。気づいてた。気づいてた。すごい大当たりの気づいてた。大当たりが。言ってないじゃん、なるほど思って。うわ、考えること一緒だわ。やっぱり長年やってだけだね。ね、全員一緒。みんな気を合わせなかったですか、ね、ここで伊藤将司を、はい、全員に言うのはすごいよ。すごい。本当に。うわ。気づいてないと思う。ここだけはね、はい、うわ、じゃあ次ちょっと待ってよ。もうそこなんかもうしめしめって言ってたから。ここは知ってた。知ってたんや。いや、それはね、やっぱりね、伊藤将司いたら知ってた。知ってました。だからルール確認したんですよ、僕言ってなかったから、はい、いいですよ。はい、はい、はい、いや、かぶりそうだな。行きましょう。はい、 OK、 いい、はい、せーの、みんな王のメヒア、大竹、おお、これね、ドラゴンズ、中日、王のメヒア、さんが王、先生誰、大竹、阪神、ちょっと今調子悪いけど、うん、まあまあまあね、まあこっからね、はい、そんな簡単にね、なるわけないやろ、おい、阪神おらんぞ、よし、私決めた、決めた、うん、決めた、かぶりそう、うわ、私もかぶりそう、うわ、すっごいかぶりそう、うわ、すっごいかぶりそう。そうなの、直感で OK、 はい、うわ、すっごい飛びそう、いい、はい、はい、せーの、高橋です。あ、よかった。お、CC ロッテって誰ですか。メルセデス。あー、で、先生が僕、高橋で、あー、そこ、あー、ジャイアンツ、はい、なんでしょ、そこジャイアンツ移動したんで、いっぱいちゃう、すいません、時代進んでるからです、進んでました、はい、
今もう止まってたで。そうですね。あ、カバンさん誰？やっと私は誰っていう？あ、隅田投手。あ、隅田な。おー、隅田ね。はい、いいね。おー、あ、慌ってるからね。慌ってましたよ。誰も選んでなかった。選んでなかった。うわー、次のとこ行こうか。ぶっちゃけ、もうロッテなんていないよ。いないよ。もういないよ。まあ、でもしゃあないですもん、もうそういうとこはもうね、しゃあない、どっかどっかで、どっかの、どっか行くしかない、あとはリリーフとか行くしかないんで、ないですね、まあ、貯金さえ作れればいいから、うん、別にリリーフで確実に3とかゲットするのも、全員マイナスだからね、そうですね、何気にリリーフの3とかもでかいから、いいですか、はい、いい、はい、せーの、松本、松本、せーの、はい、渡る、俊平と誰も行ってないですよね、そう、誰も取ってないと思って、何気にね、うん、で、先生、誰やった金村。ああリリーフだよ。いやもうロングで行きたいね。三勝礼。あの金村、俺の同級生の金村。いや、サトルの方だ。サトルじゃない。サトルじゃない。サトさんライオンズですね。の松本。松本ライオンズもう先発おらへんねん。そうですよね。私も隅田投手知ってるんで。竹内も何気に言ってるよ。はい。そうそうそう。あ、危ないね。さあじゃあ次行こうよ。はい。オッケー。いいよ。あ、まだね、選ばれてないよね。はい。はい、いいよ。せーの。もう一回。広島くり。おお。ジャイアンツ西舘投手。おお。もう先発さんもいないなと思って。もう先発になる可能性もあるしね。うん。分かんないけど。先生誰？僕は大関。あ、大関か。大関。大関。サスさんがくり。おお。そうか、選んでないですね。はい、大丈夫です。はい、OK です。いきますよ。はい。はい、せーの。横山。横山。え？タイラ。あ、DNA の？うん。ああ。今ちょっと怪我してほしいんだけど。はい。一勝してるから。はい。でもね、そうなんですよ。一応あるから。僕、ロッテ横山。はい。私、ソフトバンク東浜投手。おお。よし、俺もじゃあホークスは。ホークス大丈夫ですね。ってことは私もロッテ大丈夫かな。確かにそういう考えもあるんですね。もう一緒に一生してたら。うん。ストックで。うわ、チームによっては本当に難しい。めっちゃ難しいよ。うん、これから投げるやつもね、入れといてもいいからね、ワンチャンね。はい。はい。いいですか。はい。せーの。ソフトチャーホン。楽天。そうね。そう。いないのよ、先発。私も騎士にしました。あ、騎士で、はい、今ちょっと負け越してますけど、2敗してますけど、コギタ、コギタ、ああ、オリックス、はい、これ、意外とリリーフいっといた方が借金にならない可能性はあるんですよね。いや、でも負けたら、ちょっと積み重ねがでかいから、だからビッグゲームもないんよ。そうなんですよ、ビッグゲームないですね。あ、うん、え、多分貯金は大きく貯金した人あんまりいなかったと思う。全員借金だよ、うん、そうです。去年サスさんがマイナス7です。やな、やな。やな。中日で。中日。決めた。OK。はい。せーの。青柳。青柳。阪神。私、阪神、岩崎。青柳。青柳、取ってないですか、誰も。取ってないですね。うん。あ、じゃあ阪神生まれましたね。青柳。私、岩崎投手。え、どこ？岩崎。阪神で。阪神か。はい。先生は？僕、島内で。ああ、広島。楽天の？何ですか？広島、島内投手。はい、誰行こうと思ったっけと思って。あ、はい、OK。はい、以上。はい。はい、せーの。サイスリード。福島。福島。日本ハムですか？日本ハム。おお。私が DeNA のルーキーの松本投手。あれ？取りましたよ。え？僕取ってますよ。うん、サイドハンド。うん、取ってるよ。僕取ってます。嘘。あの、ここの、どこで取ってます？え？これは…あ、ほんとだ、防御率で取ってる。はい、残念。はい、休み、一回休み。うわー、ミスった。持ってなそうです。一回休み。はい、次、どの子決めましたか？次。ちょっともうなんか誰かが選んでそうで怖いですね。よし、俺、OK。ちょっとここ行ってみよう。あれ、こうやって規定投球回とかありましたっけ？ないですよね。よし、いくよ。いい、はい、せーの、小沢マー君。あー、俺、ヤクルト小沢。あー、レジ。うん、
石川投手ね。私、石川雅則投手かけてみようかな。俺もちょっとね、考えた。貯金作ってくれるんちゃうかっていう。はい。2勝とか3勝でも。うん、そう。でかいからね。はい。僕、マークです。俺もあとね、自由に決めれんだ。巨人、ソフトバンク、オリックスだから。私も、あと広島、あと1球団か。じゃあ頑張ってかぶってください。どこでかぶってます？言わないですよ。もう学習してるからこっちだって。そうですよ。先生いい？ああ、かぶってるね。確かに。せーの、ジャクソン。ジャクソン取ってないよね。はい。セリエネ森原投手で。俺巨人ね、グリフィンにするわ。おお。僕中日高橋宏斗。ホークスで俺藤井耕也。うん。それじゃあオリックスでカスティエをする。はい。私じゃあ広島じゃあ中崎投手で。うん。僕西武佐藤俊介。佐藤俊介。はい。入れていきます。ちょっと待ってろって。もうリリーフしか無理ですもんね。うん。いや正直。いやそれがもう未知の期待の中森。とかね。ああ、そう。去年頑張ったしね。ああ、中森、怪我とかしないですよね。ファーム投げてるもんな。あ、じゃあ、もう、国吉投手でいこう。おおで、あと日本ハムでもう一人選べばいい。根本。去年のピッチャーでね。うん。私、じゃあ、カード投手いこうかな。はい、決まりました。はい。さあ、ということで、はい、こんなメンバーになりましたけども、はい、皆さんもね、一緒にぜひ考えてもらって、ね、誰が勝つか、はい、ぜひね、投票お待ちしてます。はい。